眠かったのよ、とにかく今日。これで、だ運転してる時にこういう、これ中国製のシンバルなんだけど、こういうのが見事で、突然ガーンとかなったら目覚めんだろうなと思って、カバンに入ってたの、これ。あれなのよ、ジルジャンっていうシンバルメーカーがあって、それのね、あと僕は契約してるので、ジルジャン以外の、ジルジャン以外のメーカーのシンバルは使えないんですよ。ね、オフィシャルでは。これね、中国なんとかかんとかメイドインなんとか中国って書いてあるよ。で使っちゃいけないやつね。はい、ごめんなさい。そんなわけで、まあね、楽器ってほらいっぱいあるからさ、俺今日はだから17、これ撮ってるの17日ね、朝、そんなわけで朝は、幼稚園、毎年やってるんだけど、幼稚園で、演奏するお仕事を、パチカマンっていう、角栄君っていうパチカマンっていうのがいてね、幼稚園自由のこう平和を守るためにいるような、パーカッショニストなんですけど、アラサトっていうね、こう紐にこうボールが2つついてるようなこう、ね、パチ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 っていう楽器をパチカっていうんだけど、まあ、そいつと一緒に仕事してきてな、園児たちに、からすごいパワーをいただき、事務局からはギャラをいただいて帰ってきたわけでございますね。そんなわけで、そう、年末はね、皆さん忙しいと思うのよ。駆けずり回ってる人は駆けずり回ってると思うんですが、私は文字通り駆けずり回って、私の車が駆けずり回ってるね。ね、朝東京行って戻ってきて、ラジオやって、また明日朝東京行って本番なのよ。これスケジューリングのミスってやつね。ほんな生放送なんかすでなかったよ本当に。というわけで、24日これがアップされるのはおそらく22か23だと思いますが、24日の、テーマは、伝説、今月のテーマ、12月のテーマは伝説なんですが、それとともに、サブテーマとして24日限定のテーマ、それはですね、クリスマスの苦い思い出、クリスマスの失敗談、ベリー苦しみますってやつ、それを送っていただけると、面白いかなと。だいたいさ、24日仕事だぜな、みんな仕事なの、 なんかせいや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 うるせえっていう仕事だ。で、ちなみに24日の、次の週がね、見事31日なんで、大晦日、仕事じゃボケ。もうね、俺は今年は突っ走るよ。なので、皆さん24日のイブ、仕事しながらラジオを聞いてください。な、団らんとかしてんじゃねえぞ、この野郎。嘘、俺帰ったらすぐ団らん方面に向かいますんで。放送は聞いてください。ね、で、失敗談お待ちしております。31日大晦日は、アクロスホームの深沢常務と、東京からまた渡辺学さんがですね、遊びに来る予定で、19時からの2時間枠になる、予定でございますので、そちらもお楽しみください。そうだよ、戸田くん頑張ってこれ22日に上げて、言っちゃったよ俺これで。23日、24日放送の生放送の前日に、だからこれを今見てる瞬間にラジオのチャンネルを合わせれば見れるかもしれない、あ、聞けるかもしれない。なんだっけ、13時からだよね。俺さっき原稿書いたんだ、原稿。だからさ、あれなんだよね、 ラジオはね、あれよ、紙が多いんだ、紙が。この前も言ったけど、紙が多くて、俺、あった、うん、はいはいはい。FM 桜平、音楽特別番組、ライブ&ライフ、クリスマススペシャル。ライブ&ライフの企画は2回目、でございます。12月4日、軽井沢元手加コーヒーにて公開録音された、渡辺学 with フレンズによるライブの模様を、クリスマスイブイブに、23日、イブイブ言わねえだろ最近、イブ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 、クリスマスイブイブに何やるんだっけ。 FM 桜平音楽特別番組、ライブ&ライフクリスマススペシャル、渡辺学 with フレンズ、
これのライブの模様を午後1時からお送りしたいと思っておりますので、ぜひ、聞いてください。メンバーは渡辺学ボーカル、ね、山口康一郎、素晴らしいジャズピアニストです、がキーボード、浜田織と、ベースマガジンでも連載をしている、結構やり手、ね、のベーシスト浜田織と、それと私真田君吾で4人でやったライブの模様をお届けいたします。でこのライブはメローと題された甘く切なく時に力強いライブ音源を、ライブ音源をお楽しみくださいって、これ原稿上締めてんだよ。ライブ音源をなんか、あ、心ゆくまでお楽しみくださいって言いたかったんだ俺ラジオでな。そういうことなの。なので、23日午後1時から FM 佐久平、そして、FM 佐久平エリアのエリア外の皆様はさえまるラジオ、でぜひ聞いてください、ね、生放送じゃないから郵送はないよ、なのでね、ユーストこういう時見たらどうなってんの？真っ暗なってんの？真っ暗か。あ、真っ暗にしてお楽しみください。ろうそくつけたりとかして1時からこうなんかこういい雰囲気に一人でなってみるっていうね、そういうのもありかもしれませんが、23日の午後1時から音楽特別番組、ライブ&ライフ渡辺学 with フレンズのライブ、ぜひお楽しみくださいね。やりきった感が ありますが、 あとまだ今年は少々残っております。皆様お風邪など召しませぬよう、ご自愛いただき、メッセージをたくさん送って私を盛り上げて、なんとか仕事こなして、1月まで突っ走れるように助けてはい、そんなわけでくんごぼんご、また来週ありがとうございました。